株式会社デュコル、2002年に設立。粉体環境設備の設計と施工を主軸とし、環境整備においてはオーダーメイドシステム。さまざまな現場に出向く社員の声から浮かび上がった一つの問題点、それは勤怠管理。現場によって違う勤務状態をすべてクラウドで管理することにより、管理者も従業員もリアルタイムで把握、出張先でも入力管理できるため、効率よく無駄な労働時間を削減することに成功。現場に合わせてこう、例えば就業時間が変わったりとか、あと手当も非常に複数の手当があるんですね。でそれを今回は均等を導入しました。一番初めはなかなかうまく、やっぱりシステムを変えるって結構社員にとっても負担になるとは思うんですけど、今は出張先でも仕事終わりにホテルとかで自分で持ってってるパソコンで入力をするっていうことができます。わざわざ事務所の方に戻ってきて印刷をするっていう手間がなくなりました。今残業時間で結構どこの会社でも厳しくやってると思うんですが、その均等のシステムで45時間をオーバーするとアラートが鳴るっていうのを今入れてもらってますので、その辺がすごい良かったかなと思います。やっぱり若い方にですね、どんどん入ってきてもらって、 AI とかね、いろいろ今進んでると思うんですけども、私たちの業界にも多分これからそういう部分というのは必要になってくると思いますので、今後は自社のですね、こう製品なんかにもそういう技術を取り入れてですね、まあ、お客様にもちょっと喜んでいただけるような製品を提供していきたいなとは思ってます。